フェルナンド・ジェルマーニは、イタリアのオルガン奏者、作曲家、ローマ出身。地元の音楽院で、マルコ・エンリコ・ボッシュとフランチェスコ・バヤルディニピアの、オットリーノ・レスピーギに作曲、チェーザ・レド・ビーチに、音楽理論、ラファエレ・マナーリにオルガンをそれぞれ指示。1921年から、アウグステオ管弦楽団付きのオルガニストとして、活動を始める。 1927年にはアメリカに演奏旅行に出て成功を収めた。1932年からキジアーナ音楽院でオルガンを講じ、1934年から母校のサンタチェチーリア音楽院のオルガン教師に転出した。1936年から1938年までアメリカのカー,ーティス音楽院でも教鞭を取った。 1948年から1959年まで、サンピエトロ大聖堂の主席オールガン奏者を務めた、ローマにて没。フェルナンド・ジェルマーニ・ディスコグス、フェルナンド・ジェルマーニ・アイエムリー・ビー・ハット、ジャーマニ、フェルナンド。2019年11月8日時点のオリジナルより、アーカイブ。2019年11月8日閲覧。ありがとうございます。